レース改名を自由に引いてくださって結構なんだけども、できれば定置網を避けてほしいということを申し上げました。神奈川県の沿岸ですね、比較的、岸に近いところで営まれる漁業です。一般的な定置網の仕組みをお知らせしますけれども、魚の群れっていうのは、岸沿い平行に岸と平行に泳いできて、まずこのかき網というカーテン状の網のところに群れがぶつかるわけですね。そうすると魚は避けようとして沖の方に進路を変えて、ここの大きな、運動がというところに入って、一部の魚がこの狭い通り道の上り網というところに入通って箱網に入ると。でここの箱網のところで魚が漁獲されると。はい、こちらの海流水槽という装置ですけれども、こう中に水を張って、で成功に作った定置網の模型を入れてですね、実際にこの水を流して定置網に対して海流がどういう影響を与えるのかというのを調べるための機械です。で今非常に強い流れがですね、定置網にかかっているという様子を再現しているんですけれども、こんな頑丈そうなワイヤーがブチブチと切られてしまうと、そういった事象がありました。こういう実験を繰り返すことによってですね、40ミリぐらいのですね太さにした方が安全であろうということが分かってきました。この網を作る、それだけでも億単位のお金がかかっているということです。ですのでこの網が壊れてしまうと、まずその網の作るコストがダメになってしまうということ、プラスこれだけ大規模な網が壊れてしまうと修復するのに2ヶ月3ヶ月というのがかかってしまうわけですね。2ヶ月3ヶ月分の漁獲収入も得られないと。それから神奈川県では非常に重要な産業でありまして、沿岸漁業の6割7割を定置網が漁獲しているという中で、定置網が操業できなくなってしまうと、漁師さんだけではなくそれを取り扱っている仲買さんだとか、それから魚屋さんで、近くはスーパーの方もですね、魚を取り扱う量が減ってしまう、一般の消費者の方にも供給できる魚が減ってしまうということです。ですのでこういうふうに実験をして被害を減らすということが、そういった経済にもいい影響を与えているというふうに考えています。